アプデだアプデだ。というわけで今回のアプデ内容を解説していくよ。どうもです。じゃあお知らせを見ていくんだぜ。まず一番上にご愛顧いただきありがとうって書いてるね。アイルンの動画をご愛顧いただきありがとうございます。まず最初にチャンピオンリーグで新しいシーズンが始まったことが書かれてるね。マップも館がなくなって、コンサート会場が追加されたみたいだぜ。そして競技にフィニッシュ機能が追加されたようだよ。これはカスタムランにあるやつだね。走り終わった後の待ち時間を減らす機能ね。そしてステージ交換に伴い、わさびのカスタムコンビが一時的に使えなくなるいつものやつ。続いて炎の精霊のレジェスキンが実装、スキンガチャに登場したいみたいだよ。レジェスキン引けるとロビーとペットスキンももらえるのね。ペットはまだいないから、今後出た時にもらえるらしいんだぜ。そんでデリースキンガチャにもスキン追加。続いてクッキーの強化や調整、炎の精霊が強化されてるな。レジェ強化といえばペット実装が恒例だったけど、今回はないのかな。そしてクローベリーが強化されてるわね。クローベリーは最近出たクッキーだし、そんな子が強化されるのは異例だな。スコアデリー生成量が上がって、デリーのスコアが下がってるからただの調整っぽいけど、ペットが純粋に強化されてるし強化扱いでいいね。実際使ってみたら普通に強化されてそうだし。ユスラウメとシュガーブラスはただの調整だな。炎の精霊とクローベリーは使ってみた動画を出すからそっちも見てね。エッグブローチはクローベリーのペットで純粋に強化されてるね。続いて宝物のマグマペンデュラムが強化。宝の地図にも調整が入ってるわね。地図に関しては日記の交換所にあったから次の強化宝物だと思うんだぜ。楽園コンパスに関しては不具合の修正だけだね。あとはクローベリーのコンビボーナスが上がったとか、今回強化されたこのクキチャレのランク達成スコア変更とか、やっぱりクローベリーは強化なんだな。続きまして、イベント画面。早速新しいイベントが来てるね。ペペロンチーノ味クッキーの渓谷探検イベント。これは一つ一つミッションをクリアして少ない報酬をゲットしつつチャプターを進めていく感じ。チャプターごとに豪華報酬がある感じだな。めんどくさいから放置するけど、モチベある人はやった方がいいね。続きまして、辛いのはどっち。なんだそのテンション。そう書いてるのよ。これはどっちかのチームに所属して累計報酬と集計報酬を得られるイベントだね。今回は障害物を破壊した数、累計は破壊した分だけ、集計はチーム内の順位に応じてもらえるよ。王様思い出しちゃった。言葉遊び好きだからあれ好き。続いていつもの宝物イベント。下に書かれてるミッションをクリアすると上にある報酬がもらえる感じ。ここでは対象の宝物もらえるわけじゃないんだよな。もらえてもいいのにね。そんで友達をクリスタルやキューブに変えられる場所。そんな言い方されたらスペースドーナツが元人間のように思えてきた。そんでいつもスルーしてたしてイベント、これって報酬豪華だった気がするけど、なんでスルーしてたんだっけ。確か一回やったらもうもらえないとかだった気がする。ガチでぼっちで人生終わってる人はお手伝いしてあげるからメッセージちょうだいね。それ以外の人は普通に友達とか野良の人とやってください。ログボをスルーしつつ、お次はこの画面。今回はストーリーも新しいのが追加されてるよ。今回は本章じゃなくてイベントストーリーだね。イベント期間中にクリアすると報酬が豪華だから、ぜひともすぐにクリアしときたい。イベ期間はちょうど1ヶ月っぽ。新しい語尾を生み出していくね。大抵の語尾は既視感があるのよね。続いて競技。競技はさっき言った通り新シーズンが始まったんだぜ。ライラックの編成考えてたのがバレるね。シーズン変わったから交換所の上の段も一新されてるね。あとステージ交換も来てます。はい。続いてクキチャレ。新クッキーが来たからそのクキチャレが来てるよ。チョコボールのクキチャレクリアした気で放置してたのがバレる。今気づいてよかったな。レベル上げるとなんかレベルパスってので報酬もらえるよ。無料分だから少ないけどね。そんでリレーはランダムチャレンジのステージが変わってるな。ヨーグルカ来た。特にヨーグルカに思い入れはないけど、強いて言うなら一番モチベあった時期かも。続いてレジェ宝物の宝物チャレンジ。持ってなくても走れるから遊んでみては。この宝物は宝物マイレージと、今来てるイベントでもらえるらしい。で、そのイベントがこのチームファイト。ランクが競技と似通ってるし、チーム戦版の競技って印象。実際に走ると妨害投げられまくってカオスなんだけど、こりゃ確かに強さ関係ないなって。あとレベル低い人はクリスタル使えばカンストできるらしいけど、もったいない気がしなくもない。レジェ宝物回収までは使っていいかもね。また明日か明後日にでも攻略動画を出すよ。そんでライブチャレンジは終了。ギルドバトルも正常運転。今回のアプデはそんな感じでした。やるべき優先順はイベントストーリー終わらせた後、チームファイトやりまくる感じかな。とりあえずレジェ宝物もらえるマスターランクまで上げたいところ。同じトロ隊の人とマッチングするみたいだから、下手な人やレベル低い人も気遅れせずにやるといいよ。ガチでカオスだからうまさ関係ないと思うし。なんでこの時のアイルーはガチャ画面見てるんだろ。レジェスキンが欲しいのかしら。ともかくやりまくれば強い野良とマッチングしてキャリーしてもらえたりすることがあるだろうから、毎回クリスタル使うのはおすすめしないね。チリも積もればなんとやら。まあチリどころじゃないんだけど。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。それではバイチャ。おつぶた。のし。